京マンの旅、北斗天国、本日は9月の19ということでね。さあ、畑、通路などね、モアをかけておりますね。ふとね、暑いから、まあ、あっという間にね、一回耕して、ちょっとね、目を離した時に、もうこうやってね、畑に草が生えてきます。作付けが間近なんでね、一回草をこうやって、すき込んでしまうと、ちょっと残さ残るのでね、一回こうやって、モアでね、買ってから、クラッターで、ここがね、一応今年の秋冬の、越冬分のね、大根予定地なので、ちょっとね、草を突っ込みたくないんですよ。もう10月の半ばまでにね、ガーッとトラクター耕してね、フリーシーダーでバン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 、撒いていくだけなので、ちょっとね、草が残ってるとまずいので、まあ暑いからね、本当に草の耐えるスピードがね、種まきまでね、2、3回は耕さないといけないので、できるだけね、草を残さないように。まっすぐ行きゃいいんですけどね、まっすぐ行かないのこれ。まっすぐ行け、まっすぐ行け、まっすぐ行け。ちょっと左に寄っていっちゃうね。
まあ、雨降ってくれてるんですけどね、もうカラカラにね、この畑なんか全然乾いてますからね、ちょっと雨が欲しいところですね。はい、ということでね、マワーをきれいに刈り取ったところと草のところね、これで草をすき込んであげればね、だいぶ畑は一回刈り込むとね、だいぶこなれますので、はい、ということでね、はい、さあさあね、秋冬栽培ね、後半戦に入ってきてますね。冬のキャベツ、大根、白菜ね、この辺なんかを10月の真ん中までね、今日が9月の19ね、あと9月いっぱいまで11日プラス10月の真ん中ね、20全部であと26日ね、ここがあと最後ね、勝負なんだってことですね。はいはい、秋冬の後半戦に向けて頑張っていきましょう。それではまた。